かなんです。ご飯を食べながら、肩も入るしね。早口。いただきます。豆やった。なんやこれは、レンコンか。今頭がパンクしとるんですよ。今はまだ全然パンクしないんですけど、今全然いけるんですけどね。でもちょっと今後この1週間私頭がパンクするんだよね。何これ、これはレンコンや。いや、ごぼうや。え、ごぼうってこんな太かった？ごぼうですね。うん、もしありがとうございます。なんやこれは、クッキーみたいな。ありがとうございます。うさぎね、久しぶりで嬉しいです。でもちょっとだから本当に最後なので、声出しが最後なので、噛み締めていきたいなと思います。時代をまたいでるから、明日も出るから。はい、どうもありがとうございます。うん、残念。そう、またぎでございますね、今日も。あ、え、待って、長芋、これ長芋だ。嬉しい。あー、嬉しい。これで頑張ります。なんやろ、これはなんやろ、なんかの豆ですね。急遽出演させていただきます。ちょっとね、私も今から何をするかすごい考えて時短しますね。時短して、あ、キノコが入ってる、悲しい、残念。バイバイキノコ。あ、こんなところにもお肉が入ってるわ。バイバイキノコ。苦手なんです。あの、頑張ったらエリンギは食べれます。うん、レインボーな星とありがとうございます。クッキーありがとうございます。キノコの山は好きよ。あれはキノコじゃないか。キノコ、うん、キノコの山だけど買ってたキノコ編。レインボーな星ありがとうございます。マツタケは頑張ったらいける。なんか高いし、なんか食べようと思って、なんか出たら食べます。なんか高いしと思って。でも一番無理が椎茸なのは、椎茸が一番無理。エリンギも苦手やけど椎茸ほどじゃない。一番椎茸は無理、苦手ですね。なんか好んで松茸食べない。ありがとうございます。マジでこんなんしか言わんの、なんか嫌やな。なんか
食べてないから、食べてるしか言えないから。しめじはできるだけ避けてるけど、食べろって言われたらまあ仕方ない、命かかったら食べるみたいな。マッシュルーム無理、なんでパスタにマッシュルーム入れるねんと思う。うん、キノコ系無理。味が無理ですね。なんか味と食感、見た目は別にいいんですけど、味と食感が苦手です。なんかすごい変なこと。こんにちは。人参もピーマンも全然大丈夫。ゴーヤは無理。苦いや。苦い辛いは全般的に無理ですね。何やろ、知識的な？何やろこれは。何やと思いますか？ナス。ナス食べます。全部全野菜いけるんですよ。私子供やけど。今17時45分か。うん。うん。夏は全然いける。どっちかというと好きな部類に入るぐらい。ペンライトありがとうございます。肉がね、公演前はいるんですよ。別の映画見たいねんけど、見たいねんけどさ、多分でも産業が終わればB2全体的に忙しいので、ね、無理なんですね。ペンライトありがとうございます。 M の作パンと行こういう話してたので、そう、3人が暇の冬に行きます。 M も N もなくて、誰もナンバーちゃんも入ってないし、 B2 公演もないし、リハもないし、お仕事ないしみたいな。もう何回明日するんですよ。10日まででしたっけ。じゃあ明日します。明日の公演前にします。声出しで、うん、なんか、うん、これマシュマロみたいな。ありがとうございます。カラフルなマシュマロ。サンリオは声出しどうなんでしょうかね。知らない知らない。新仮面ライダー見に行きます。皆さん見に行く。何やっけ、なんかさ、なんかで新仮面ライダーやるって見て、うん、あれは映画アニメ、うん、どの仮面ライダーをさ四字クリックするかによって見に行きたいなと、見たいなと思うんですけど、うん、ブラックとか言われたら知らんよ。映画館、初代は無理やわ。分からん。1号か。分からんわ。1号か。あらまあ、あらまあ。なんか、ダブルらへんもう一回してほしいんですよ、私的には。ダブルは私、生まれた年とか。2010年でしたっけ、ダブル。2歳ですね、2018年。うんうん、なんかすごいすごいのが来た。ワンパンダありがとうございます。ハートやありがとうございます。うん、あーすごい、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。私的にはね、一番ねオーズが好きなんですよね。なんかお話的にも
キューありがとうございます。アギとフーが響き、なんかね昭和のあれないだなって、平成が第2段階に分かれてるんですよ。で第2の対象がダブルなんですよ。私だから第2を絡み出してて、でなおリアルタイム最近全然見てないんですよ。新しいカメラで始まってそうだよね。もうわっ、パンダがたくさん、パンダがありがとうございます。たくさんなんか無線の仮面ライダーはあれ、あのゼロワンの人しか知らん、名前忘れちゃった。ゼロワンのさ、オレンジの人おるやん、おるやん。ニュースとかも知らん。うん、なんかさ、あ、ドライブもわかるよ。なんかそうポーズが、うん、ビルドは後半からもう意味わからん、マジで難しくなってるので難しいなと思ったら、お母さんと見てます。でも泣いてよ、お母さんと一緒。あー、うん、クッキーがありがとうございます。私は早く呪術廻戦が見たいんですけどね。ライダーなんで、バイクやもんね、ライダーは。え、バイクのイメージあるの私だけ？一番最初のやつは登場人物じゃないですか。多すぎたらあかんよね。適度か。南海公園来てください、ぜひぜひ。美味しい？はい。何食べたの？豚のやつで。ショールームしたいの？かわいい。ショールームしたいの？楽しい？はい。かわいい。コメント来てる？ゆずさんも。かわいい、リサちゃん。マジかわいい。もぐもぐとかで給食って言われてるやん。かわいい、いっぱい食べや。ありがとうございます。な、大きくなりゃいっぱい食べて、はい、かわいい。純粋な目してるわ。かわいらしい。ひずさんが来てくださいました。なんかね、そう、ビッグの先輩とはすごい慣れてる、慣れたし、まだまだもうちょっとだとすはね、 M の先輩とも慣れたんですよ。問題は N の先輩ですよね。問題は N の先輩ですよね。話せない緊張しちゃう、みたいな。初めましてよりはマシになったりぐらいね。そう、先輩、そう、ジュースをおごってくださいって言ったら一斉を私の枠の中に入ったんですよ。ジュースを買ってくださいっていう先輩は私の枠の中に入ってます。本当にね、マタギはね、まずそれですよ。私の人見知りがバーン発動ですから。文章読むの上手い、ありがとうございます。嬉しい。ちょっとね、そういうの意識します。でもなんか鍵穴めっちゃ好きなんですよ、私。鍵穴全然入んないですよ、びっくりすることに。話、鍵穴入りたいな。A ペンはもうさらに1個うちですみたいなイメージ。ズーさんの選びは載ってますよ。あの1話じゃないアルバム、ファーストアルバム写真集持ってますよ。家族で見ましたよ。見ましたよ。
15分が経過したので、ね、はい、ありがとうございます。あとね、あの時間との戦い。ではではランキングを載せていただきます。10歳の方 NMB てっぺんさん、ありがとうございます。10人の方服部さん、ありがとうございます。11人の方おぎおぎさん、ありがとうございます。10人の方ひろさん、ありがとうございます。9人の方夢に向かってさん、ありがとうございます。8人の方野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。7人の方のぶたろうさん、ありがとうございます。6人の方またよしさん、ありがとうございます。5位の方ぽんさん、ありがとうございます。4位の方焼き鳥先生さん、ありがとうございます。3位の方ねはれむさん、ありがとうございます。2位の方かるちゃんさん、ありがとうございます。そして第1位しむさん、ありがとうございます。公演頑張っていっていきたいと思います。ありがとうございました。ね、最近ねこのねショールームのラグがどんぐらいあるかが分かんなくなってきて、まあまあでもとにかく公演頑張っていきたいと思います。はい、頑張っていきたいと思います。はい、声なし最後を楽しんでいきたいと思います。バイバイ、ありがとうございました。